して YouTube ビリヤードキューブチャンネルをご覧の皆様こんにちは。今回はビリヤードキューズ5月号第1特集エンド企画として日本プロポケットビリヤード連盟 JPBA のトッププロ4名の皆様に来ていただきまして、ポケットビリヤードのさまざまなゲームをプレイして真のオールラウンダーは誰かを決めるとともに、通常やられている9ボールやテンボールだけでないビリヤードの面白さ、そして奥深さを紹介していきたいと思っております。題しまして第2回オールアラウンド選手権ポケット編です。会場はポケットビリヤード、キャロムビリヤード、スヌーカー、チャイニーズエイト、そして今回の種目になっております AR ビリヤードマスター ABM、 この全てを揃えるという日本で唯一のビリヤード場ビリヤードロース様の協力を得ております。そしてまた今回 ABMラウンドを作りに至りまして、 ABM の開発から販売まで手がけているスポーツレジャーシステムの協力もいただいております。それでは早速今回の出場選手の皆様を紹介したいと思います。まずはですね、2009年に JPBA に入りました。その翌年には MVP を獲得、それ以降ですね、今までになって全てトップ5圏内で戦っている、まあ、精密機械ローリーエルプロです。ローリーエルプロ、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして2006年プロ入りしまして、そのルーキーイヤーでいきなり MVP を獲得、その後日本で活躍しつつ世界にも飛び出して、2018年には海外戦でも優勝、そして2019年ジャパンオープンも制覇、そして今年はですねマッチルーム招待を受けて海外にも再び出ているということになっております。大井直行プロです。大井プロ、よろしくお願いします。オールラウンドですはい、ありがとうございます。続きまして2005年のプロ入り、この中で一番プロ入りが早いんですけども、アマチュア時代の名人戦、ローテーションで戦う名人戦、そして9ボールで戦う9戦戦のダブルタイトルを獲得してプロ入りで、2011年に MVP となっております。で、栗林トールプロです。はい、よろしくお願いします。そして最後は大井プロと同じく2006年にプロ入り、これは花の40期生というふうに言われておりまして、数々のトッププレーヤーが生まれている年なんですけれども、もともと神奈川の KBBA というそこでトッププロとして活躍しつつ、海外でタイへの BAR の種目とか積極的に出ておられて、いろんなゲームもされている。そして2018年には日本人として13年ぶりに王者に輝いております。ちなみに一昨年行われた第1回オールアラウンド選手権、これはポケットキャロスヌーカーで争われたんですけれども、そこにも出場していただいております。高野智プロです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、意気込みなどをお伺いしたいと思います。ではロープロ、よろしくお願いします。はい、キューズさんのご好意で久しぶりトップ選手4人ね、池袋ロッサさんに球を作ることはすごく嬉しいです。とにかく今日楽しんで一日過ごしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。少し遠いですか。はい、はい、今日はですね、オールラウンドということで、ビリヤード、ゴルフ、マージャン、特に負けたくないビリヤードでしっかり結果を残していきたいと思います。頑張ります。はい、はい、今日はいつもやってる種目じゃないもので対戦したり、トッププロの方々とできるので、ちょっと思いっきり楽しんで、まあ、いいプレーをできればいいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こういうメンバーで揃うことはなかなかないんで、みんなでなんか楽しくできたらいいと思います。それで、まあ、いろんな種目あるんで、はい、みんなの戦術とか選ぶ種目が気になるんで、それも楽しみにしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回はですね、ファーストラウンドがこの ABM を使いました競技になります。でセカンドラウンド予選リーグとして4名の皆様に総当たりでいろんなゲームをやっていただき、その後上位2名による決勝戦を行いたいと思っております。では早速 ABM ラウンドファーストステージから始めたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで第2回オールアラウンド選手権ポケット編ファーストステージは AR ビリヤードマスターズを使ったラウンド、はい、種目は今準備しているスピードプール、はい、これとビリヤードブラックジャックと、そうですね、はい、2種目で争う。で今回特別に解説にですね、はい、スポーツレジャーシステムズの西孝則さん、はい、はい、お越しいただいてますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして先ほど練習して、はい、はい、挑戦しましたロープロもちょっとお付き合いいただこうかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。ルールはですね、まずこのスピードプール、
4人のプレイヤーの方々順番にスピードプールを合計3回プレイしていただいて、その総合得点が一番高かった方がこの種目のトップとなります。でこの順番については事前の抽選ですでに決定しておりまして、トップバッターが栗林徹プロ、2番手が高野智プロで、3番手大井直之プロで、4番手にローリーウェンプロという具合になっています。ということでまずファーストステージスピードプール第1種目目開始したいと思います。では栗林プロ、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。いよいよですね。そうなんです、はい、楽しみ、初めて見たので、ね、うん、これ絶対ね、初心者とかね、みんなに流行れると思います。あ、そうですね、はい、これは、はい、15個の球を、そうですね、はい、はい、完全にランダムラックでスタートいたしまして、はい、ラジオと、はい、おー、2個入り、これで手玉止まった時点でつけてばいいとか、そうですね、手玉が止まった時点で他の的玉が動いていてもゲームの進行に差し支えなければ、はい、そのままついていただいて構いません。はい、そうです、手玉のルールも分かりやすくてね、うん、年齢でもね、レベルでも関係なく、関係なく、これ楽しみますよね、はい。でこれボーナスポイントとかあるんですね。あ、そうなんですよ、うん、実は、通常のスピードプールはタイムを競うことが一般的ですが、この ABM のスピードプールはですね、タイム以外にアイテムが台上に出現します、はい、まあ、今台上に見えている、アヒルですね、それからポケット前に穴前に見えている金の卵、金、はい、この2つのアイテムが出現いたしまして、はい、これアイテムを取りながら、できるだけ早く球を落とすと。なるほど、はい、でこの ABM のスピードプールは、制限時間が100秒です、うん、はい、で100秒以内に取り切ると、はい、その秒数に応じて、タイムのボーナスが出てくるということですね、はい、点数自体はですね、アヒル1機あたり10点、はい、で金の卵が1個あたり50点、50点、はい、でタイム1秒あたり50点となっております。あ、はい、あ、素晴らしい、1回目そうですね、今99秒なので1秒残っていて、はい、タイムボーナスが50点ですね、はい、アヒルは48匹、はい、ゲットしておりますので、480点と、はい、はい、合計トータルで1730点と、そうですね、はい、1730点です、はい、はい、いうことになります。このファーストチャレンジャー、栗林プロの得点が一つの基準となるとそうです、ね、いうことですね、はい、はい、どうも栗林プロありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続きまして高野智プロの挑戦ですね、はい、はい、はい、では、セカンドチャレンジャー高野智プロ1回目よろしくお願いします。さあ始まりますね、はい、はい、はい、もうすげえ結構すごくね、派手に、こう配置とかこう、はい、日をごと間違えた確かに間違っちゃうかもしれない気がついたら日をご狙ってるみたいなそんな感じ結構カラフルな、はい、ですね、ちなみに栗林プロご経験ありますよね、はい、はい、その時の最高スコアっていくつ、1800点ぐらいですね。あ、2800点、はい、おー、ちなみにタイムが70秒でしたかね。そうですね、はい、ちょっと出てますね、出てますね、はい、お、ワンクで決めました。これスクラッチした場合ってどうなんですか。はい、スクラッチした場合はですね、特に罰則はございません。でも早く取って早くフリーボールでスタート、ね、みたいな感じ、はい、ボールリターンのところに手玉が戻ってくるまで時間のロスがありますから、ね、はい、まあ、そういった意味では、それが罰則という感じですかね、うん、はい、その後は、完全にフリーボールで、はい、どこからついても構わない。これなかなかいいんだよ。そうですね、なんで、手玉が実は落ちるときにも卵を取れる可能性もあるので、あ、はい、そういった意味では、まあ、あえて手玉を落とすという作戦もあるかもしれません。はい、やりました。そして、はい、で、はい、1960点ですね。はい、はい、高野プロの第1回目、そうですね、今、はい、アヒルが56匹ですね、56匹、560点、はい、でそれから金の卵は17ですね、17金の卵、
そして、11秒タイムが残ってます。なのでそれで点数が出て1960点と、はい、第1回目高野プロ栗林プロを上回る成績です。素晴らしいです、ね、はい、暫定1位ありがとうございます。さあ、2人が終わりまして、栗林は1730点、高野プロ1960点で、サードチャレンジャー大井直之プロではお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ始まりますね。そうですね、高野プロどうでした。いやちょっと息上がりますね。息上がりますやっぱり、うん、意外と思ったより入ったんでよかったですね。あ、はい、なんか すごいいいショット決めてましたよ、なんか。そうですか、うん、見てたら、はい、あと最初の配置も結構重要ですね。そうですよね、はい、うん、おーっと入ってますね。いろいろ入りました。入りました今のは、軽やかですね。だいぶそうですね、うん、だいぶ、はい、多いプロはですね、まあ、はい、前回 ABM のイベント、スピードプールのイベントにも参加していただきまして、はい、合計26名のプロの方が参加していただいたんですが、はい、その中でも、トップ2、はい、第2位だったんですよ、はい、はい、結果を残しておりますので、かなり期待できますね。なんか他のスポーツを思わせるフットワーク。そうですね、はい、ステップが軽やかなステップですね、はい、はい、もうあっという間に最後の1球になってます。はい、はい、おー、終了。およ、おー、おー、すごい、2840点出ましたね。そしてか風のように去っていきました今。そうですね、軽やかですね。軽やかです、はい、これはアヒルが54匹ですね。それから金の卵が19個、はい、そしてタイムが27秒も残っておりますね。73秒でクリアと、でクリアということです。はい、で合計が2840点、はい、圧倒的に暫定。ここで1回目大井プロ、はい、ダントツトップに立ちました。そうです。さあ、第1回目最後のチャレンジャー、ローリーエンプロ、これ実戦初めてなんですね、先ほどのレンジ。はい、どのようなプレーを見せていただくのか、はい、それでは1回目、はい、よろしくお願いします。はい、始まります。はい、さあロープロースタートしました。そうですね、おいプロ1回目いかがでした。はい、1回目ですか。うん、だいぶだいぶ、あ、通常通り、うん、はい、面白かったですよ。はい、暗いのも暗いのも、はい、狙わなくていい。なるほど。体感と雰囲気で、こう、はい、逆にいい感じです。あ、ドロープローはね、はい、向いてないでしょ。向いてないですか。向いてないと思う。向いてないです。分かんないですか。あれだけその正確なプレーをされるロープローですが、なぜか向いてないだろう。向いてないと思ったけど、はい、ちょっと逆に今煽りて、はい、あ、ちょっと火が付いた感じ。非常に、はい、ギアを上げてきましたね。はい、うんうん、だいぶもっとナイスショットですね。次入れるとかない、はい、どうするんでしょう、ね、これはですね、あ、そうですね、あ、これがあの41事故、うん、そうね、うん、バンド入ってるとこ、はい、まあ、バケのカード、はい、もっとナイスショットですね、はい、本当はね、何も考えてないんでしょうね、はい、普段ですか。もしかしたら、はい、そういうこともあるかもしれない。はい、さあ、ですね、このスピードプールはですね、はい、故意にファールをする、はい、こういうファールですね、そのトラブルが起こったときに、はいはい、そういうの使いどころっていうのもちょっと、なるほど、使い方というかですね、多いプロも、はい、お最後の1個、早いですよ、これいいんじゃないでしょうか。はい、さ、最後の2つ、台から、あ、狙ってる、はい、消えました。ギリギリ100秒という感じですね。はい、ぴったり。それも狙ってたんじゃない、はい、狙ってたんですかね。ドラマチックです。ぴったり。はい。ぴったり。ぴったり賞ありますよ。ぴったり賞はなしです。そこのぴったり賞ないです。これはですね、アヒルが58匹。はい、金の玉は19個も取れてますね。すごいですね。あの、あれですよ。あの、大井プロの時の、はい、アヒルと金の卵と変わらないぐらい。ぐらい取れてますね。はい、ただし、タイムがちょうど100秒
だったのでタイムボーナスが0、はい、これトータルが1530点、ね、はい、まあ、1回目これで満足です。満足ですね。2回目3回目ありますので肩慣らしという感じでしょうか、はい、肩慣らしですね。はい、ありがとうございます。1530点です。さあ、これまでのところ第1回目を終えて、大井プロ2840点、高野プロ1960点、栗林プロ1730点で、ローリーウェンプロが1530点となっております。さあ、あと2回ありますので、はい、皆様、ハイスコアを目指していきたいと思います。はい、では栗林プロ2回目です。よろしくお願いします。さっき2回やりました。はい、どうでした。そうだよ、ね、やっぱり大井プロ行く通りちょっと向いてないなと思って聞こえてたんですね。楽しみ楽しみ、これね、本当あの、はい、大人数向けと、ね、はい、まあ、集客のそういう一つ、まあ、まあそうですね、はい、ちょっとアイディア、はい、まあ、自分もあの店経営してますので。あ、そうですよね。そうですね、まあ、本当、はい、前から中国の強さのね、誘導もね、うん、のピカせて視察的に、ね、はい、やって、はい、いやこれいいですね。そうなんですよ。これ結構ね、あの、はい、全部卵を落とせなくても点数が出るので、はい、その点数を競うだけでもあの面白いですよ。でこれ100秒、ヘルボールバージョン、はい、100秒で、はい、ボールまた残る時点も、はい、フィニッシュです。フィニッシュですね、はい、フィニッシュして点数が出てくる、はい、そうですね、その時点で何個アヒルが取れてるのか、はい、何個金の玉が取れてるかで点数が出ます。はい、はいはい、さあ、うん、栗林プロも、1回目に比べてこう動きがだいぶ軽やかに、軽やかですね。あ、あっと、すごいです。残り3個ですね。あ、これも3ですね。これで3個ですね、はい、これタイム30秒残ってますね。ええ、あれですね、この、はい、ランダムですから金の卵とかあのポケット前に出てくるんですよね。そうですね、なかなかこう、はい、ええ、そうですね、穴前にランダムで点滅しております。あ、点滅する。あ、はい、素晴らしい。やっぱりこれは2回目来ました。これはペースを上げてきましたね、はい、アヒルも金の卵も抜群です。金の卵も すごい24個ですね。これはかなり多いですよ、ええ、やはりもう金の卵、やっぱり人生は金の卵という、はい大井プロのアドバイスも聞いたな、はい、これすごいですね。かなりすごいですね、はい、57アヒル、はい、24金の卵、はい、通過タイムが16秒も残っておりますので、はい、合計が2570点です、ね、はい、ここで大きくポイントを伸ばしてきました、はい、クリバスプロ、はい、ありがとうございます。2570点です、はい、金の卵とタイム1秒が同じ価値がございます、うん、あー、はい、なるほど。たまに金の卵を狙ってついた瞬間にいなくなる、はい、そうなんですよ。ありますね、ちょうどいなくなっちゃうときが。今金、ね、はい、金の卵を狙いでいくと思います。はい、そう、あの一つ、では、はい、高野プロ2回目よろしくお願いします。やっぱ金の卵ですかね。さっきからね、金の卵っていう、ね、うん、ワードがかなり出てますね、多分意識するんで、はい、今回の中で程よく散ったらいい。そうですね、あ、いいかな、これいい配置ですよね、はい、おお、早い。今金の卵見てます。見てますね、ね、ああ、はい、今通りましたね。あ、なるほど。ただしあまり追いすぎるとタイムが、そうですね、あまり追いすぎると1秒と金の卵1個と同じ価値がございますから、うん、そうですね、それをどうとか、はい、タイムもでかいですから、うん、そうですよね。で、卵の場合は取れる時と取れない時があります、うん、タイムの場合は確実に、はいはい、あの1秒だったら50点取れますので、はい、まあ、やはりあの確実に点数を伸ばしていきたいのであればタイムを重視するというのが定石じゃないでしょうか。というのは、はい、送った感じですね。あと5個、そうですね、さあどうするんでしょうか、はい、うん、難しい感じが、ね、そうですね、あの7、8の並び、お、これはコンビでいかんかな、これは、おお、あ、お、まずい、あ、これはまずい、あの、そのまま続行していただいて、はい、あ、でも続行です、フリーボールです、はい、どこでもいいですよ、フリーボールです手で触って、はい、5ポイントでした、ね、ポイントをゲットしましたね。小作さんに紛れて、はい、細かいテクニックを使ってきますね、さすがに。さあ、
ラストですね、ラスト7番。はい、入りました。手玉が入らない。手玉を入れないと終わらないと。いや、もう終わってます。あ、終わってますか。はい、そうですね、100秒経つと。あ、100秒。後半おじいちゃんみたいな。はい、だいぶなんか疲れが見えた感じが今しました。さあ、得点の方は今、アヒルが47匹、はい、火の卵17個と、はい、タイムが残念ながら0秒。ゼロということで、はい、1320点、はい、ちょっと2回目、高野プロポイントを落としてしまいましたが、まだ3回目が、はい、あります、ね。では、第1回目トップ、3番手、大井直行プロの2回目です。よろしくお願いします。はい、全然行きそうじゃないですか。なんか、行きそうな雰囲気はありますよね。強く割りましたね。はい、そして、いい感じで来てるんじゃないでしょうか。なんだよ、これ。あとお気に召さなかったみたいですね。あれ3回トータルなの で、ね、初回はかなり高得点で出ましたから。クッションギアにボール多いと結構大変ですね。はい、そうです、手玉しかも止まってからじゃないとつけない。つけないですからね。はい、また走っちゃうと。これはと言いながらも、はい、あのペースを掴んできた感じじゃないですか。気のせいと。気のせいと。はい。お。はい。あ、なんか今台上を触っておりますが。あれ金の卵を取りに行ってますね。そういうのも、そういう技もありなんですね。そういう技も今オフィシャルにありということになります。はい、ありです、はい、取ってますね。よく見えてるな。全然プレイしてると見えないただあれを取りに行くと取れるかどうかも分かんないですし取れてないんです全然取れてないでもね、木の卵を刺したの。はい、木の卵まだどれか分かってない。触りに行ってたんですが、はい、触りに行ったんですが、アヒル59個で、はい、触りに行ったんですが17個、はい、でタイムボーナスが8秒分と、はいはい、これで1840点ですね。はい、大井プロ2回目1840点です。あ、もう慣れましたね。あ、はい、もう、あ、もう早速、はい、早速スタート、2回目スタートします。勝手にスタートしちゃう。これはでもね、次はうまそうな気がします。そうですね、はい、慣れた感じ。慣れた、早いもん。あ、アジャスト能力ですね。はい、おお、これはすごいです。これは早いよね。うん、あまり手玉を動かしてない。動いてないですね。そのルールも分かってる、はい、あ、なるほどできるだけ動かさないで、そうそのあたりのとを取っていった方がいい感じですかね、タイム的に。さあ、左手もこれ、これなんか、これなかなかいいんだ。これはめちゃめちゃ速そうだ。あとは金の卵がどうか。そうですね、はい、ここはもう、あ、触ってますね。触ってますね。金の卵結構すぐ消えんだよね。そうなんだ。これすごい速いんじゃないの。速そうですね、かなり、このコンビが全然手玉が動いていない。あら、あ、残っていましたが、まあ、まあ穴前なので、こうそのまま、お、これは早いですね。まだ40秒残ってますね。すごいすごい、これは新記録まであるんじゃないですか。はい、これ、今のところは公認です。3610点でしたっけ。そうですね、はい、今、おっと、あった。おー、1720点。おです、ね、これは来ました。はい、これはアヒルが57個。卵が少ないですね。卵があんまり取れてなかったですね。卵が少ない、はい、タイムが27秒も残っておりますので。そうですね、タイム、これは最速じゃないですかね。そうですね、はい、2700。あ、そうですね、多いプロと一緒か、はい、すごい、合計が2720点。そうです、はい、はい、いや、素晴らしい記録です。2回目終わりまして、トップが大井直行プロ、今現在4680点、2位が栗林プロ4300点で、3位ロープロ4250点
で、4位は高野くん3280点現在のところ、はい、これはまだまだあの行方がわからない。そうですね、はい、さあ、そういうことなんです。ここからは、運命の3回目に入ります。そうですね、でまずはトップバッター栗林プロ、はい、3回目、3回目いきます。はい、よろしくお願いします。これは初心者がただどんなチームになるのか結構楽しいんだけど、はい、毎日あの強烈になるかもしれない、ね、結構やっぱさらにプロ、はい、トッププロでも一緒にやりながら、あ、面白いですよ、さらにね、好きになるかもしれませんね、はい、こういう戦略はね、はい、日本国内でどんどん行こうみたいな、ね、そうですね、はい、もっとこうビリヤードにもこんな楽しみ方があるんです、はい、ということですね、そうね、皆さん印象でね、はい、ビリヤードゲームとかね、はい、じゃなくてスポーツですよ。そうですね、スポーツですよ、はい、どんどん見越えたらね、はい、で栗林プロなんですがちょっと、はい、あの弱めに、そうですね、割った感じだったんですけど、さあこの端いいと思うよ。あ、いいですか、はい、やっぱり近くでこう、ね、細かく球を、はい、取っていける感じですかね、はい、これは手玉を動かせずに、動かせずに、そうですよね、さすがにもう、2回目にしてこれはこういうことだなとスピードプールは、はい、コツがバレちゃいました、はい、まあ、トロプロでした、はい、そうですね、さあ、残りは少なくなってきたんですが、はい、あ、ここで触ってますね、はい、ここで金の卵を、はい、あの攻略に、はい、入ってますね、はい、でもこういう触るのも一つの条件があるんですよね。そうです、技術持ってないとね、余裕はできないからね。そうですね、余裕はできないですね。ちょっと金の卵に惑わされてるかもしれませんね。翻弄されてる感じがしますね。翻弄されてますかね、はい、はい、どっちを取るか、はい、はい、あ、来ました、ナイスです。そして、あーと、まずい、このショットを外してしまったぞ。はい、はい、あーと、なるほど、100秒オーバー。これは100秒オーバーしてしまいましたね。さあ、記録を見てみると、ね、だいぶ疲れた。52匹。52アヒル。取ってたんですが、15個ですね。15、結果、はい、15金の。タイムが残っておりませんので、はい、1270点という結果です。はい、はい、1270点ということで、3回終了です。クリバシプロ、ありがとうございます。2300点で、はい、10点差で逆転です。はい、これは全然可能性はありますね。あります、はいはい、ということで、はい、高野プロ、はい、はい、3回目よろしくお願いします。やっぱり金の卵にちょっと目がいってしまって、はい、スタートしない。あ、来ました。はい、はい、はい、どうですか、こう、まあ、弱めに、あ、でもちいい感じで散ってます。いい感じに散ってますね。あ、早い、早いです。お、早い、これはかなり早いんじゃないでしょうか。はい、あ、うん、かなり早いですね。そして動きが早い、はい、そうですね、動きも早いです、ね、うん、動きも早い、はい、ちょっと迷った瞬間にいきなり時間がなくなっていくんです、ね、なるほど、もう、いや、もう一気にやりきらなければ、あ、これいい感じですね。あと、あ、取れましたね。ここで今取りました、取りましたね。これを意識しすぎると、そうすると、はい、混乱してしまう、はい、あと、あ、ほら、と、やはりちょっと混乱が、はい、取れてないですね、しかも。そうしてますが、取れてはいない、はい、取れてないです。触ってるんですね。ちょっとロスしている感じですね。ロスしてますね。さあ、と言いつつ、ボールも少なくなってきました、はい、あった、そうですね、卵を、うん、卵を気にしすぎると、ね、うん、あの、はい、そうですね、これはちょっと良し悪しですね、これね。そうですね、スタミナもなくなった。ああ、卵のために動いてる。なるほど、スタミナも奪うんですね。スタミナも金の卵は奪われてしまうと、はい、やっぱ頭でね、考えるからね、はい、ミスがね、
はい、乗り疲れを増す。乗り疲れを増す。しかも、ちょっとまずこれはペースが落ちてますね。これはちょっと、まずいですよ。これ完全にやらかしい。あれ、まずいですよ。ヒルがまず37匹と、はい、37匹卵を頑張って あれだけ金の卵を狙ってたのに9個しかないです、はい、で結果820点と1000点を切ってしまう、はい、1000点を切ってしまいました、はいはい、820点さあ、はい、3回目3人目のチャレンジャー大井プロですが、今の暫定1位の栗林プロとは890点差、はい、です、はい、ここでトップに立ちます。はい、それでは3回目よろしくお願いいたします。さあ、ブレイク、おっと、これは、あ、これ強みにはってきましたね。はい、はい、ただ、ただのところいかがですか。いや、作戦ミス金の卵をかなり取りに行ったよう見えましたが、全然触れなかった。あの、触って OK だと音がするんですよね、はい、そうですね、チャリンという音がする、ね、はい、お、もう軽やかに切っておりますね。そうですね、すごい、こういう、お、はい、こういう、ああ、はい、入りましたね。おお、見せますね。見せますね。もう一発。おお、二発。はい。すごい。そしてこれもコンビ。ああ、素晴らしい。はい、おっと、これは。はい、止まらないですよね。うん、いや、これはね、後に出てくる。割と、はい、あのホノルルとかそういったバリのプレーですよ、ね。おっと。さあ、残り4個ですね、はい、タイムはボールの金の卵を通過した時に点数になるんですか。ポケットのところに、センサーが、設定してありまして、はい、そのポケット、おっと、この狙い方両方キックで両方入らない。まずい、ごめんなった、これは最悪だよ。やばい、やばいです。最後の1個で。あっ、タイムオーバーですね。これは。最後。どうなる。最後でこう。ちょっと。ありましたね。まずい。大失速しましたね。はい。アヒルが54匹と、はい、金の卵13、はい、13金の卵、タイムオーバーでございましたので、タイムが残っておらず、はい、1190点という結果です。大井プロ1190点。さあ、これであの3人のプロの方々の挑戦が終わりまして、現在のところ大井プロが5870点でトップ、はい、第2位が栗林プロで5570点、はい、高野智プロが4100点、うん、で最後ローリーエンプロ、1630点差です、はい、多いプロと、うん、なので1640点以上だと、そうですね、逆転優勝ということになります、はい、前回のような感じで取り切ると、あ、大丈夫です、はい、スタートしました。多、はい、プロ3回目お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした、やれることはやりました。やりました。はい、はい、そうですよね。さすがにこう息上がる感じですか。体力的にも削られていきますから、はい、まあまあ本当に全くこういうプレーは普段しないわけです。そうでしょう、はい、どうですか、ロープロープロープロ、これだいぶだいぶ早いだいぶ外してない。そうですよね。うん、おお。おお。順調ですね。素晴らしい。これはあの、あとは金の卵に惑わされなければ大丈夫。そうですね。はい。ね、誘惑に負けずというか、ね。うん。いや、うん、これすごいです。これはかなり。また50秒残して。ああ、なる。2個ですか。落ち着いてますね。落ち着いていますね。あっと、さあ最後です。
入れた。はい、これは入れてスクラッチもありですか。止まれ。はい、はい、また。おー、2500円。これはすごいですよ。すごい。アヒルが57匹と金の卵が17個、タイムが23秒残っておりますので、はい、合計して2570点、はい、この3回目にして多分あるそうですね。この前西口に何度は行けばよかった本当ですよ次ぜひ参加してください、これで3回終了いたしました、はい、このラウンドのトップ、ローリーウェンプロ最後大逆転ですね。6820点、はい、で第2位が大井直樹プロ5870点、で第3位栗林プロ5570点で、高野プロが4100点というあの第1種目の結果になりました。はい、はい、であの第2種目はあのこの結果を踏まえまして、4人同時に、対戦していただくビリヤードブラックジャック、はい、でこのゲームに、勝った勝者プレイヤーには、プラス1000点のボーナスがつきます。はい、はい、で、この ABM ラウンドがその総合点で決まりまして、このあといろんなゲームをやっていただくんですが、そのリーグ戦の前に、ボーナスポイントが ABM ラウンドの1位のプレイヤーは3点、2位のプレイヤーは2点、3位のプレイヤーは1点、で4位のプレイヤーはボーナスなし、なのでそのもう3点もらった状態で次のラウンドに進んでいただくということになりますので、はい、あの一発逆転、次のビリヤードブラックジャックでもありますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。